そうういことで寝てない自慢の話だったんですけどいますよね確かに。のなんか前もあった大きな事件があった時にある会社の偉い人がね寝てないんですよってこっちも寝てないんですよってありましたけどあれは気持ち分かりましたけどね分かりました寝れないだろうなああこれやっぱり許せないのあれでしょうんかの「俺は大変なんだよ分かってる」みたいなこれが嫌なんでしょう「忙しいんですよ」とか「売れてるんですよ」感が出ちゃうとってことですよね。 あ,あのいるこれあの SNS なんかでもいるものはい、はい、そういう人は、うんあの「ずっと仕事してます」とかね「うん、今日も朝から仕事です」とかね「うん、あの俺の後輩っつかうか、ん、いましたよ、はい、この間書いてたそいつがそうやって、うん、ほんで「あの、いや僕は自分で自分を褒めてあげたいですね」なんて「ふざけるな」みたいね <laughs> <laughs> なね「名前出してもいいよ高木だよ」<laughs>。 ライターのね、<laughs> 高木ジェット新一郎くんが。ええー、うん、もうバカだなと思ってね <laughs>、えー。まあ、得しないですよね。それやって。<laughs> 本当ですね。<laughs> うん